はい、ということで風邪ひきましたよっと。やばいっすよね。現在夜の11時半ですけどね。あ、僕がね、隣の人だったらこれ怒りますよ。いや、何が風邪ひきましたよ。や、黙って早寝ろって感じですよね。いや、鼻がやばいっすね。もうなんか最近病弱になりつつある。はい、ということで今回は見ての通り、パトラ界で神キラー3つ持ち、実質3つ持ちを揃えて全属性揃いましたんで、こちらをね、闘技場3でやっていきます。なんで3かっていうと、神タイプがたくさん出るから。もうそれだけ。この辺もね、正直倍率決めなくてもね、決まるんですよね。いや本当に、おう、神タイプが出るダンジョンってなかなか闘技場3以外で。ゴッドラッシュがありますけど、ゴッドラッシュはさすがにねえだろみたいな。このご時世にゴッドラッシュってお前シェリアスルーツ1本で抜けるわみたいな感じなんで。だから、おーっと、大丈夫、セーフです。たくさん持ってきます、持ってきてますね。今回は闘技場3に対してはね、もうたくさんやってたからね、前回昔だから対策はバッチリ。どうしようかな、サマソか上杉かだけど、上杉じゃねえ、あ、え、殺しちゃうぞか上杉なんだけど、殺しちゃっていいかな。やべ、鼻がやべえ。ちょっと待ってもよかったかもしんないけど、まあまあ許して。鼻水垂れそうなんですけど、まあ頑張って撮影の方させていただきます。くしゃみがね、出るかもしれないですけどね、そこはね、もうカットせずいきますんでね、もうノーカットで今日は行きましょう。あ、右の鼻だけ詰まってるわ。で、さっきまでヒカキンさんのあれ見てたんですよ、ダウンタウンのはしご酒。あれ見ててやべえなっていう。いやー、まあもともとヒカキンの動画見てて、その350万のワインがうんぬんだとか見てたんですけど、やっぱね、あそこはやべえよ、ね、あそこの家はやべえよ。まあヒカキンさんだからあれだけど、もうもはや面白いね。あそこまで金使ってる家見たら逆にもうもはや面白い。いや、一回でいいからね、こうヒカキンさんとお会いしたいよね。まあそんな話はどうでもいいですよ。19回。じゃあ、あとなんかあったかな。今日はザ・アウトレットに行ってきただけなんで、それ以外は特に何もなかったね。あとは、そう、で、昨日かな、友達が、友人がですね、まあ結構どうでもいい話かもしれない、友人が泊まりに来てて、あのゴッドフェスをね、昨日だったっけ、あのツイッターの方にあげたんですよ。友達のゴッドフェス上げて、勝手に弾いてみたみたいな。で、まあ、結構ね、まあデータは出ましたけど、クソ引きをかましまして、いやもうこれは申し訳ないと、いやクソ引きをかまして申し訳ないと思ったんで、いや僕も引こうと、いや僕も5000円どうだっけ、ここまで来ればいいんだっけ。とりあえずなんかよくわからんけど、ここまで戻ってきたおーっていうことで、ビシュってるんで、どうしようかな。ここもまた上杉はね、ダメージが自傷なんで1になっちゃうのがちょっと痛いっすからね。まあとりあえずは、はい、倒せると思う。神でしょ。じゃあ雑魚、あ、欠損がやべえなこれ。セリアスルーツ、こういうこともできるんだよ、取っとかないといけないし、同調開始がまずいから。いや、そしてこいつレイヤー装備つけようかこれ。いや、6号が輝いた。オッケー、いいね。ハート同邪魔で欠損がすごい。はい、毒は弾く。ここはじゃあ普通に行きましょう。倒せるんじゃないかな。よーし。で、ノアドラは勘弁して、マジで。よーし、うんち。どう ?3 コマカさん、どんな?頑張ってよー。一色欠損だよね。キーがあるんだったら、4色で倍率出るので、これで行ってみようか。こういうこともできるんだよ。発動。じゃあこれであとは、多色の無効貫通をしっかり活かして頑張っていきましょう。一応両面待ち。お邪魔両面、お、木も入ったね。オッケー、倒せるでしょ。おい、これが最近の多色場です。24回はエンハンスなしで抜くのがロマン。木が待たないよ。ドロキョンもあえて使わない。もうこのままいきます。色だけは決めとかないとさすがに無理なんで、しっかり色は決めて、はい、
倒せる。いやー、雑魚だね。はい、ということで、何倍入るか、3の9の27倍、神に対しては入って、まあ属性の相性が良かったり、シリアスルーツはさらに54倍の火力か入ったのかなっていう感じでした。もうほんとネタにしかならないような編成なので、まあ使う意味はないんですけども、まあ神キラーがたくさん出ましたね。ただ唯一闇属性がまだ3つ持ちがこうなんていうんですか、素で3つ持ちが出てないので、まあそこが今後期待が含まれるかなと思います。ちょっと鼻声で全然何言ってるか分かんないですけど、倒せてもないんですけど、あ、これあったわ。チェックメイトだよ。はい、ということで今回は神キラーを、3つ以上、実質3つ以上の神キラーの火力を出せるキャラたちを揃えて闘技場3で試してみました。まあ神キラーは1体でいいかな、パーティーに。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。